原律子さん、綺麗な女性の方なんだけど、はい、この人の下ネタはすごいのよ。おしゃれな絵で下ネタをしれっと描くっつって、うん、手塚先生がすげえって思ったっていう有名な、うん、この人もギャグ漫画として出てくる。この子、これもスピリッツだったんだよ。あの元気があってよろしいっていう漫画描いてた。全然知らない。毎回下ネタしか描かない。局部のアップしか出てこないとか。そういう漫画描いてたこの人。だからそのめちゃくちゃファンキーガールだって。この頃って本当にファンキーガールが描いてんだ漫画。戦中戦前もの大好き。だからノリが完全にそういうデザインとかモチーフがいっぱい出てきて、ひどいことをする旦那様、それにいいようにされるあの女の子みたいな話がすごいいっぱい出てくるっていうか、それとどっかで戦中戦前の殺伐として批判されていた軍国主義的な世界っていうのをパロディでひっくり返しちゃう。笑いに変えて、笑い変え、実にこの頃っぽい。この後お待たせしました、パッパパラリラがやってくるわけですよね。そういった不条理な者たちの大暴れを見ていた桜桃子が憧れて描き始めたのがちびまる子じゃない、うん、で最初は普通の少女漫画描こうと思ったけどダメだった。ちびまる子が喋ったけどね、その桜桃子が実は、マイナーな漫画が大好きで、うん、右側さん花輪くんって出てくる、とにかくマニアックなガロ系の漫画家の名前を引用してますね、ちびまる子ではね。つまりちびまる子の背後にはガロがあると思ってくれればいいですが、当時のサブカルがあると、うん、それがさらに一歩進むと日常からずれてこじこじになっていくっていう、さくらさんがギャグ漫画描いた時のライバルは誰でしょうか。はい、アーミンですね。ああ、はい、やっぱりそう、うん、で岡田アーミンさんの方は結構ちゃんとそのクラシックな笑いをちゃんとやってたんだよ、うんうん、だからボケとツッコミの世界があって、うん、吉本新喜劇的な感じも残ってて、うん、懐かしいラインであったんだけど、 その2種類が当時少女漫画のギャグとしてあったっていうの、うんうん、ちょっといいかカバ丸載せたのはちょい前のラインで、少女漫画における真面目な絵でふざけてるってやつです、うん、あ、これがね、別間ですか、これがちゃんとしてる短編系の少女漫画に見えんじゃん。まあ、超大食いの変なやつなんだよ、うん、っていうギャグなんだよ。だから、うん、言ってみればちょっとクロマティ高校先にやってんの。ああ、岡崎さんが事故に遭ったのが96年なんですよ、うん、だからもうぶっちゃけ25年以上経ってる。そう、若い人は知らないと思うんですけど、うん、漫画界のでものすごい損失だったんですよ。いや本当に なんでよりによって岡崎さんがっていう、ね、一番最高潮の時期に事故に遭って、その後遺症で現在も漫画を描けなくなっているんですけれども、しばらくはね、うん、意識もなかったっていうしね、うん、呼吸も2ヶ月ぐらい自分ではできなかったっていうぐらいの大事故だったんですよ。だから僕はちょっとね、今日ね最後まで自分泣かない自信がちょっとないんだよね。いや岡崎さんのことを思い出すとね、泣きそうになっちゃうんだよね。本当に分かります。岡崎京子さんの作品に何度も何度も出てくる、うん、ムカつくババアっていう、はい、母親、うん、ババアみたいな、うん、あと冴えない女たち、それは全て岡崎さんにとっての仮想的で、一番ひどい目に遭うのが彼女たち、優しい眼差しが向けられてるのはおっさんの方で、女、特に年上の母親、そういうものに対してものすごく厳しい目線。そうだね、岡崎さんの母親ってすごく厳しいメソッドで書かれてるよね。それはその後に表面化する母子の葛藤、うん、毒親問題、うん、母親に呪われた娘、うん、それの反撃復讐みたいなものがポジティブにハードにバイオレンスに繰り広げられるから、うん、見てる方はスカッとするんだと思うんだよね、うん、つまり母親に呪われた娘たちの救済であったっていうのが岡崎京子っていう。男性陣はね、特に少女漫画を読んだりしていた童貞男性陣は、うん、岡崎さんにすごいショックだった、はいはい、いや困るよあれ、困る。あれを見てあんな姉さん、あの変な話だけど、岡崎さんが出る前に乙女チックアイビー漫画っていうブームがあって、 あれは本当におっさんとか童貞少年が安心できる世界だったから、みんな入ってこれた、みんな入ってこれたので、当時東大生がムツエイコ先生とかリボンとか大好きってフランクラブを作ってた、乙女チック漫画をね読んでたわけですよ。そうなんだよ、うん、だけど多分そういう人たちはみんな岡崎さんに触れて無理ってなっちゃったんだよね、はいはい、あまりにも生々しいものが出てきてしまって、これが確信だと思う、確信、本物の女がそこに登場したんだよ、うんうん、今までは虚構の女を見てたんだけど、 その虚構の女たちの物語の世界の中に本物の女がガチャって入ってきちゃったんだよね、うん、ほぼ全裸でバッと思って乙女チック漫画っていうものが台頭する時に、うん、桃江ちゃんが歌ってた例えば一夏の経験とか、はい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 、あなたに一番大事なものをあげるわ、うん、みたいな歌があるじゃない、はいはいはい、あれってさ、はい、今考えると、うん、ものすごく男に依存してる女の歌でしょ。そうそう、で、うん、あれはさ当時の女の人たちはどう思ってたんだろうと思って、あれはだからそういう美学っていうのがあったんだと思うよ。昭和女の身を捧げてしまう私みたいな美学、うん、だから裏側にはそういうの嫌だっていうのはあったし、うん、それを優しくやってるのがピンクレディだったと思うのね、うんうんうん、ピンクレディは優しい女たちのレジスタだと思うのね、その私ピンクのサウスポー UFO とかっていうやつは あれは悪友さんがやってるところが面白くて、うんうんうん、悪友さんが仕掛けた強い女のイメージ、これが本物の女がやり出すっていう時代に入ってくる。岡崎さんが出るまでっていうのは、うん、男の子にひたすら尽くす可愛らしい女の子が主人
人公で、それ以外ダメだったの、ね、ちょっとその辺から説明しようかな、はい、1975年から81年頃っていうのはね、はい、アイビー乙女チック漫画の時代だったんですよ。これが最先端だったの、はい、最先端の少女漫画はね、はい、ある意味ね思考停止状態に陥っていたの。この通りです、うん、これ当時の流行りの絵っていうのを感じ雰囲気で描きました。完璧じゃないですか。棒のような手足、うん、まあその紙っぺらのようなこう立体感のない手足で、なんかこんなマークとかついてて花が飛んでて、そうなんです、うん、まあこういう絵なの。まあまあこの辺の漫画も決して嫌いではないんだけど、この辺の漫画がなんでダメだったかっていうとですね、恋愛漫画における話作りにおよそリアリティのないテンプレができてしまっててそっからなかなか抜け出せなかったの。その通りです、うん、どういうことかっていうとね、まあその時の典型的な漫画っていうのを一応こう説明してみます。まずドンとぶつかって始まる恋物語、はい、これです、はい、女の子がいやー遅刻ちゃってこうパンとかこうやってバタバタ走ってドンとぶつかるんですよ。必ず食パン食えしてますね。そう、しっけ前方不注意でってこう男が言って、はいはい、まあこいつが前方不注意なんだけど、悪い女だよね。でこう何なのよあいつ、でもちょっぴりハンサムって、まあそれが大事なとこね。で学校にいたら転校生でこいつがあるって、うん、あー今朝のあいつ、あいつ何回見たかって、もうこれがね、うん、少女漫画の当時一つの足に3本か4本ぐらいだったの本当に。特に新人はみんなこれ書いてた、やりますね、うん、はい、でなんでかっていうとね、これね楽なんだわ。男の子が簡単に早くから出てくるんで、うん、まあ、読み切りってそんな長いページじゃないじゃないですか。 だから早く展開させるにこのパターンってねすごい楽だった。そうだね。だけどそのドンとぶつかって始まる恋愛物語って誰が最初にやったかってね、今俺調べてんだけど分かんないんだよ、うん、これはすごい発明だったと思うんだけど、そうだね、もうみんなこればっかりだったわけよ。まあその他にもね、どういうものが例えばテンプレだったかと言いますと、はいはいはい、冴えない主人公がメガネを取るとなぜか美人になる、うんうん、こうガリベン女子みたいなのがこうクラスのイケメンとかにメガネ外した方がいいぜってこうやって撮ったらすげえ美人になるって、これ僕もやりましたね。僕もやりました。あとはこうプレイボーイまたは番長が冴えない主人公を好きになり恋の虜になる、うん、僕デビュー作こんな感じです。ちゃんと守ってます。そうです。であとはこう女っぽい兄、はい、男っぽい妹、まあこう平安時代から続く取り替え映え物語みたいなパターンですよ。そうですね、はい、これをずっとやってました。あとはこう藤野に甘いものとか部活がなくなっちゃうって言って主人公が放射するって、あそうだね、まあこの辺のパターンしかない、うん、パターンだね、そうだね、うん、でもキーワードはとにかく冴えない主人公、うん、絵ではね可愛く描いてるわけと、うん、なぜかクラス1のイケメンに見染められて、うん、ラストハッピーエンドの話なの、はいはい、うん、とにかくね全部の少女漫画こんな感じだった、まあ、一部はその三内先生とか私に先生みたいなああいうパターンとかもあったけど、基本的な少女漫画の全部これ、うん、でまあ、とにかくね主人公がメソメソタイプで、ね、男に尽くす女の子だったんだよ、うん、そう当時の童貞男子はみんな安心して読めた、うん、だから俺も子供の頃これが少女漫画だと思って読んでた、うん、であのねこれね、うん、デザインの現場っていうのの1988年の3月号増刊にある人がねコメント寄せてんの山地海老根先生っていう人がこういうこと言ってある時少女漫画が突然嫌いになっちゃったんです。みんな似たようなことをやってて嘘っぽくて、うん、固定概念で女の子の心理を書いてて、うん、もう読みもしなかった、うん、それが高校の時に友達の家に遊びに行ったら絶対安全カミソリがあって読んだら安心して漫画になろうと思ったって言ってるんですよ。出てきましたね、うん、絶対安全カミソリというキーワードが、はいはいはい、で出てくるのが天才高野文子先生、出ました、うん、です。日本の偉人の一人ですよ。そうですね、はい、まあれいちゃんもこれ全部読んだと思いますがはい、もちろんです、うん、このねアネサとおじとか覚えてる？もうよく覚えてますよ。これちびまる子ちゃんの元ネタなんですよ。まあこの立ち姿を見てもらえば分かるんですけど、まあ、桜先生も大好きですよ、うん、これがあぜ道ロードにセクシー姉ちゃんというキャラクターなんだけど、出ましたレジェンド私いい子嫌だなっていうセリフがあるんだけど、はい、 これ、まあ、これがねちょっとヒントなの、ね、この中で、はい、少女漫画を変えてしまった漫画いっぺんあるんですよ、うん、これなんです。お座り遊べっていう漫画、マジで、はい、これがね歴史的4ページなの。ほう、これは、まあ、あくまでもすいません僕の見解なんですけど、いや歴史的4ページですよ。どういう漫画っていうのを説明しましょう、はい、これね電車の中で女の子がいるの、うん、で女の子のモノローグだけのストーリーなの、はいはい、で、うん、女の子がこうやっているわけですよ、うん、でモノローグで始まるんですけど、うん、悪いけど私年寄り嫌いなんだって言って、年寄りが来ると席を外していくわけ、はいはい、悪いけど私女嫌いなんだって言うわけよ、うん、で悪いけど私貧乏に嫌いなんだって、うん、まあ、そういう絵がこう入るわけです、うんうん、で私嘘つきが好きよ、強い強い嘘つきが好きよ、しかめっ面してあんたら威嚇してって、まあこういう女の子なんですよ。うん、ちょっと私に話しかけないでくれる、うん、おいそこのそいつら笑いかけるなと言うのに、私はこういう人なんだからねって、まあこういう感じで言ってるわけ、うん、はいはい、だけどこの次から反転するの。自慢になるほど若くはないよ、歴然と女だし、うん、お金ない、でも私は強い嘘つきになりたいんだっていう話なの、うん、なるほど。でこれはねものすごい画期的だったの、うん、要するに平凡な女の子の側面、本音、醜い部分も含めてちゃんと書いてんだよ。それまでの少女漫画って王子様を待ってるような漫画なんだよ、全部。だから王子様を待つわけでもなく、うん、男に尽くすわけでもない女の子がここにいるの。結局その女の人たちはさ、みんなこれを読んで安心しちゃったの。そう、私たちはこういう生き物だから、別にそんなに男に媚びてもいないし、可愛く可愛くしてはいないよっていう、高野さんがその風の開けちゃったんだよね。
男のために女の子は努力するんだよ、うん、でも、うん、男の子のために努力する女の子っていう今までずっとあったテンプレを多分高野さんって嫌ってたんだよね、うん、そうだね。で高野先生が先陣を切って始めた本音の世界っていうのに、うん、なおかつあっけらかんとした性を持ち込んだのが岡崎先生だと言っても過言ではない。そうだね、岡崎さんはやっぱり高野先生の影響下にすごくあるんだよ ね、 そうだね。ただ高野さんと違うのは岡崎さんはもっとね性と暴力がある、うん、あとはこれ、童貞男子の少女漫画読みを震撼させた岡崎先生のセリフたちこれちょっとねもう最高じゃない、うんうん、こうこれはピンからちょっと抜粋しました、はいはいはい、こうやって電車に乗ってる私を見て誰も、うん、おピーこな商売してるなんて思わないだろうなって、はいはい、まあこれちょっと言えないんですけど売春してますからね。そうそう、この方はこの女の子っていうのは OL なんですけど、あのホテトルもやってるんですよ。そうですね、まあ、はい、こういうことをモノログで吐いてしまうのよ、うん、この女の子が自分のお父さんの愛人だっけの、うん、おばちゃんに対してちょっとこう揶揄してる文章が、うん、これも、うん、父さんも父さんだあんなまピーこうビラビラはみ出してるような女に出し込まれちゃってさこれはすごいですよね。こういうモノログってさ、はいはいはい、当時の少女漫画には絶対ありえなかった。ありえなかった。これを多分ね読んだ童貞少年たちはねみんなねヒってなっちゃったの。みんなあるでしょ、うん、ただこれなんか女の子は屋上で叫んでんだよ大デブ女になればデブ戦の男にモテると思ったからですでもすっげーでっかいうんこが出ただけでしたでも度肝抜かれました、ね、いやこれは本当に面白かった ね、 ね面白かった。で女性の方なんだハッチャーさんで、うんうん、なんかすげー綺麗な人なんだって。そうなんだよ。柴田亜美さんと友達なんだよ。あそうなん。アシスタントって話聞いたけど。アシスタントなのかな。いやそれに詳しくは知らない。瞬く間にいなくなるっていうああそうだね天才はそうだね。だからこれ鴨川先生よりも短いんじゃない。デビューマンってバンって出て、うん、デビューマン2出るのが7年後でその後その後消息がわからないというちょい前にうさうさにゃんにゃんっていうのを書いててこれも可愛いんですけど、ねうん、これはレズモノですね。デビューマンの何がすごいって普通はスクールカーストになるものがあって、うん、漫画を描く層っていうと、うん、スクールカーストのトップの人を仰ぎ見ていた人たちっていうの、うん、はい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 、はい、だからあの人たちをよく知らないけどって言って漫画描くからみたいなさ、うん、でもしくはスクールカーストトップにいながらすごいオタ心があって複雑な思いを抱えながらアッコなんかそうなんだけどさ、あと庵野もよこさんなんて実はあの人スクールカーストトップに憧れてた遅れてきたギャルなんだね。だからコンプレックスのあるギャルだったんでみんなに共感を得られるというさ、その彼女の中にある総国がパワーになってるんだけど、この方出てくる人全員スクールカーストトップなんだよね。でデビューマンに出てくるそもそもこの男3人っていうのがヤンキー漫画のトップにいる人たちなんでどっか武将みたいな感じになってるんだよね。戦国武将みたいに描かれることが多いんだけど本当はバカだからさトップにいるやつらってあるじゃん。猿だね。猿。それを女の目線で猿ですって書いてるんだよこれ。いやだからさ、うん、これは全く新しい女の目線っていうかその漫画の中で言うね、うん、初めて見たよね。あこれは初めて。このメンバーの一緒に出てくる2人のギャルがいて、うんうん、この2人も明らかにスクールカーストトップ中のトップ、うん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 、でそれに関して何の言及もされてないんだよね。言及もされてないね。もしくはスクールカーストトップ以外の人間はいないことにされてるからネタなんだよね、うん、だから世界はトップのものだけでなってて、でしかもそれは非常にワイルドな猿山の世界みたいなさ、うん、むき出しの男女がそこでわーわーやってるだけの漫画なんだけど、こんな視点の漫画見たことない。いやこれさ少女漫画だと無理だよね、うん、無理だね。これ少年キングなんですよ載ってたのが。80年代のある時期にさ、うんうん、体験型の人出てくるじゃん。内田俊菊さんとか。これは女たちが妄想をして漫画を作るっていうことに対して、うん、そんなんじゃねえよっていう一発を食らわした女たちの一群だよね。俊菊さんやばかったじゃん出てきた時。やばかったね、うん、やばかった。野生の人が現れちゃったじゃん。そうだね。で、まあ、後々ファザーファッカーっていう小説で有名になる方なんですか、うん、そうで、この人は女流文学者だよね。それが漫画界に殴り込みかけてきて、うん、岡崎さんもそうじゃんどっか、うん、どっかそうだね。そういう人たちに対して同時期にこういう人たちがいたわけだよ。リボンはこうだったし、うん、あとクランプ勢がいたわけで、うん、こっちはこっちで、うん、女たちの妄想を限界まで広げて勝負するという、はい、うんうん、攻防を作ってたんだよね、うん、こっちたちはね。だからこことの対決っていうのが80年代から90年代にあってさ、あった、ね、確実にあった、ね、あったよね、うん、でその時に現れたのが本物の恋愛体験から知った王子の正体を暴くというデビューマンは漫画版ウテナですね。あそういう風にも確かに言えるかもしれない。そういう風に俺は
は思っちゃう。少女漫画に風早くんみたいなイケメンの王子様がいないと成立しないじゃん、うん、でも、うん、ちょい待てよとお前ら実際にあいつらに憧れて接触してみろよと、そしたらあいつ全員猿だぞっていうそれを女側から告発してんのがデビューマンなんですよ。はいはいはい、はい、だこれね一言で言うとね、これアスカが書いてる。怖っ怖いでしょ、あんた怖いわ、あんたバカ気持ち悪いっていう人が漫画を書いたらこれになります。すごい言えて妙だと思う、それは、うんうん、確かにアスカみたいな人が書いてるずっと読みながらさ、そうだ、ね、あんたバカだねってずっと言われてる感じ、うんうんうん、なんだろうね、少女が持ちそうないかにもこう理想的な男の子とか一切すっ飛ばしてるわけ。そうなんだよ、うん、そうそんでね、出てくるのがイケメンチャラ男と野獣です。そうで、うまいのがこのイケメンの子、一番こう金髪の子いるじゃないですか、これ朝日くんっていうんですけど、めちゃめちゃ金持ちの男のお坊ちゃん、可愛い妹がいて優しいお母さんがいいんだけど、お父さんがめちゃめちゃ厳しくて金髪にしてるだけでボコボコに殴られるみたいな、親父ふざけんなっつって、この人お父さんとの戦いの中で童貞をこじらせますだから女の子とうまくやれないんですこいつ、うん、それでパンク少年のやつ中身が、うんうんうん、でしかも中学の頃に告白された女の子とテープの交換するんだよ。でその女の子が大黒摩季とか入れてくんだよ。ああ、それでか。でそこに日本の初期パンクを入れて返すみたいなギャグが入ってきますね。彼女からもらったカセット、ザードと岡村孝子と岡本麻代が入ってた俺はもちろん全部ハードコアを入れといた、各国内っつって、で余ったとこにずんどこ伝説加藤ちゃんを入れといたとか言って野獣の、トビって男がいるんだけど、トビ、ね、超面白い、俺もそういうことしてっつって俺なら A 面油だこ、 B 面原爆オナニーズ、余ったところにノンタンと一緒、かっこ千秋を入れるなって何の話だもうさやばいよね、やばいね、やばいね、こんなんがずっと続く、うん、そもそもギャグ漫画なの、基本ギャグ漫画、基本ギャグ漫画なんだけど、なんて言うんだろうなこれ、うん、自虐でもないんだよな、なんて言うんだろうなこの微妙さ。そうだよね、うん、女の子は自虐的に描いてるってわけでもなくて、あのねリアリズムだった、リアリズムだね、徹底したリアリズムだね、うんうん、それでこのロン毛のチャラ男がいるんだけど、千代彦っていうんだけど、うん、女の子としか考えてなくて空っぽですね、だけどそうそう女に媚びて生きてるっていうのがあって、で、ま、真ん中のこれトビっていうのがものすごい貧乏な家庭に生まれてる、で夢は肉を食うことなの、夢で普段は虫を食います、で柔らかいコオロギが好きってそんなにスクールカーストトップにいたっけいました特殊例ねでこいつらが学校にいたら大暴れしてるから、もう他の人たちは手出しできないわけで、だから女から見たリアルカーストトップちょっとそれも歪んで気がするけどそうなんだ、これがいわゆる90年代後半にこういうことありました。確かに、だからしみちゃんの世代はね、しみちゃんこんなやついっぱいいたよね。はい、いっぱいいました、いました、イエスマン、おいイエスマン、虫いたんか、虫、虫もいました、でもめっちゃ面白い。で最近になって出てきたんで、あこれ懐かしいなと思ったのがこれです、あのこいつ、こちらです。はいはいはい、だからまあ小松さんがまあ割とそうだったろうなというかのノリみたいなのは割とこのノリとすごく近いっていうことですね、うん